言えば言うほどコニックスがお送りします。はい、鈴鹿のいい年のエリーさんからいただいております。シリアはね、この後にダマスクセ近郊で本当にサリンを使ったんですね。ダマスカスやと、はい、でどっかで聞いたことあるなと思った。これプリンプリン物語に出てくる地名です。ダマスクセダマスクセいいのがなんかさんの出身がダマスクセ、よく知ってますね。確かそうですよね。はいはい。でこれはすっと僕読んでしまったんですが、これ下読みするときに、はい、ちょっと間違ってこんな地名ないだろうと思ったら、やっぱりこの人もプリンプリンの影響を受けておりますが、ダマスカス近郊で本当にサリンを使ったんですね、はい、怖いですね。ロケット弾に搭載されて飛んでくるなんて、核爆弾も恐怖ですが専用もないですよね、はい、国連がね、うん、断定したというニュースを受けてのお話ですね、はい、69助さんからも国連調査団が首都ダマスカス、ちゃんと書いてあるダマスカス郊外のグータというところなんですね、はい、神経ガスのサリンが使用されたと断定したようです。サリンというと私はオウム真理教が起こした地下鉄サリン事件を思い出してしまいました。嫌な事件ですよね。おまんあずきさんからもいただいておりますけれども、この方も国連の調査で、シリア化学兵器、攻撃でのサリン攻撃が断定されましたということです、まあ、サリン攻撃といえばこの方もオウム真理教の地下鉄サリン事件が思い出されます。オウム事件ではまだ重い後遺症に苦しんでる人もいるくらいの、これは化学兵器、使用した人間には重い罰を与えなければならないと思います。アメリカが介入して戦争になればさらに民間人に被害が出ますし、嫌な流れですがアメリカ介入って流れになりそうで複雑な心境ですということです。はい、またこの辺のね発表を受けていろいろ動きというのも若干あるみたいですしね、はい、アメリカのこれは一つのね、うん、今の悩みはね、やっぱシリアをどうするんだろうというところだと思いますよ、はい、あの湾岸戦争の時にねずっとあのいろんな記事を読んでおりましたら、うん、やっぱりそのイラクが化学兵器を使うんだというようなこともあって、あのイラクとかイランとかね、はい、あのあたりは持っているかもしれないと。でそういったものを防ぐためにどうしたらいいだろうみたいなことがニューズウィークに特集してありましてね、はい、でもう向こうは砂漠地帯で、それであのいわゆるマスタードガスとかですね、はい、もうこういう化学兵器のそのガス兵器っていうんですか、はい、いくらでもいろいろちょっとこの一滴つくだけでそっからガーッと腐り始めるとかですね、それから吸い込んでしまったらサリンみたいに、はい、もう大変なそのダメージ受けるとか、そういったものをそういった連中と戦うための、はい、装備設備というものは、はい、あの頃アメリカはまだ整ってなかったんですよ、はい、じゃあどうするかっていろいろ考えて、あの灼熱の砂漠の中で肌を一つも出さずにですね、はい、そして密閉してもちろん酸素はあの宇宙服のように宇宙服みたいなあんなん着たら、うん、どんなが、あのガスも防ぐことができるけれども、うん、あの灼熱の砂漠地帯でそんなん着て戦えるかということで、はい、もうこれ不可能に近くはないかと。まあその他いろんなありましたですよ。あの辺で戦う時にはどうやったらいいだろう、うん、砂嵐でも一遍あったとしたらヘリコプターそこで飛ばすと、うん、サンドペーパーの中でプロペラを回すみたいで、うん、もうヘリコプターのプロペラみたいなのがもう一気にあかんくなるらしいんですって、うん、砂嵐のところが、はい、そしてその中でまたわーっとこの転げ回ってなんかやるときには、あの、その砂が銃口の中に入ってしまって、うん、そのまま撃ったりすると、暴発したりとか、なんかもうあの辺での戦い方いうのが、もう。想定外。うん、で、あの着てる服というのが、うん、あのヨーロッパの、ポーランドの、ああいうその森林地帯で戦っていいような迷彩色の、ああいうところの服しかない。はい、あんなも砂漠であんなに着てたらめっちゃめちゃ目立つじゃないかとか、はい、あの頃アメリカは、はい、ものすごいその砂漠で戦うっていうことに関しては、慣れていなかった。全く無防備だったんですね。はい、まあ、そのからどうなったかは分かりませんが、原理的にはですね、化学兵器のようなこんなサリンガスみたいなものを防ぐためのこう密閉したようなものと一緒にこう着て戦っていくっていうことは、えらい、えらいリスクなんですよね。うん。で、しかも今回はこのサリンを使ったのは、誰が使ったか分からへん。サリンであることは判断できた。はい。はい。
これは政府側か反政府側か、はい、どっちがこれを使用したのだというようなことが、はいはい、国連の判断、ああ、はい、分からへんんですよ、はい、分からんと余計戦いにくいじゃないですか。そうするとどっからガスが来るか分からへんですよ、うん、まずこう納めに行くということで、はい、これどっちの見方じゃなくて、それをまず両方とも待てって言いに行くわけですからね今回、うん、アメリカ側はね、うん、それをアサド政権側だっていうふうに言って、で、で、まあ、攻めるよ。で、サリンだったでしょ、攻めるよっていう、こう、ちゃんと言うこと聞かないと攻めるよっていうふうに、今言ってる中で、うん、じゃあ、ロシアがどう動くか、各国、ね、ヨーロッパ各国がどう動くかいうところが、うん、今、いろいろとこう、揉めて、微妙なところで、こう、立場がそれぞれ違うわけですけど、うん、はい、ね、みんながみんな、アメリカも含めてね、今回は、本当にこう、戦争にはしたくないっていう雰囲気はあるんだけれども、うん、でも、こう、サリンだってことがもう、国連も判断しましたんで、うん、だけど、じゃあ、まあ、とりあえずやめとくか、いや、というわけにはいかないっていうところで、どうするか、いうことでしょ？ちょっと前、うん、何やら煽ってましたやん。アメリカがここで、ね、戦闘しないことは、アメリカの何やら、このね、はい、腰抜けとかね、考えて言いながら、えらい煽ってましたしね。はい。ほいで、まあ、対シリアに対して、アメリカとイギリスとフランス、安保理決議要求へというような、この三国の動きがあって、はい、そしてロシアはロシアで、それはちょっとなという立場があり。だから今のところ、うん、あ、はい。あ、いやいや、それでトルコの軍用機がシリアヘリ撃墜したという、今度はトルコもこういう形で持ってですね、うん、シリアとのこの、あります、圧力があると。いろんな力関係があって、うん、今のところアメリカとロシアがね、なんとなくこう、一致して、協力してこう回避しようとしてるなっていうところ、私たちはちょっとこうああって希望が見えるような気はするんですけど、でもお互い立場それぞれ違いますか、そのシリアに対する強気度みたいなものも若干アメリカとロシアで違うんで、そこボタンかけ違えてまた仲違いされても困るなとかね、うん、非常に微妙な状態ですよね。本当ですね、まあこういう兵器が使われるということ、そしていろんな国の思惑があり、うん、そしてあくまでも最終的にはみんな被害を受けていくのは名もない力のない弱い国民たちが被害を受けるという、うん、はい、もう目に見えているようなこんな形に胸が痛みますですね、はい。